はい、皆さんこんにちは、コーダです。ということで今回も動物の森ポケットキャンプやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで今回は潮風ビーチで釣りをしていくんですけれども、ちょっとねふと思ったことがありまして、まあ、やっぱりねこのトアミを使った方が結構レアな魚が取れやすいと僕は思ったんですね。なので釣りとトアミではどれぐらいのね差が出てくるのかっていうのをねちょっと検証していきたいなと思います。さあ記念すべき1網目、さあ何が出てくるかなと、おお、やっぱりねタイがもうこれ4匹いるよね。そう、トアミだと貝殻もねゲットしちゃうことがあるんですけれども、今回の検証では一応魚としてね1匹としてカウントしたいと思います。さあそれでは2回目いきましょう。ちなみにねレアな魚っていうのもいまして、マグロが出るとね、5000ベルの売り値がありますんでね、そこら辺が出ると一気に差が出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、さあ2回目何が出る、ほい、来ました。やっぱタイの売り値がね100ベルなんで、ここでも結構ね差が出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。さあ3回目、さあレアなの来い。でもタイ4匹、素晴らしい。さあ4回目、どうかな。5回目、チャラチャチャン、ほい、どうかな。お、フグが来た、来てくれ。来ないか。道盛りは確定演出とかないんだろうかね。はい、さあラスト何が釣れるかなというところで、よっこいしょ、ほい、はい、結果アジ10匹、イカ27匹、タイ25匹、ヒラメ22匹、フグ1匹、ホタテの貝殻5個、サンゴ4つ、ホラガイの貝殻6つということで、全部ベルの売り値に直すと合計4740ベルとなりました。まあ、今回レア魚がフグ1匹しか出なかったんで、もしかしたらね釣りでマグロとか引いちゃえばもうそれで逆転するんで、まだまだ釣りで勝つ可能性がありますね。いや、まあ勝ち負けじゃないんだけど。ということで早速100匹釣っていきましょう。長い戦いだぞ、ここからは。一応何分ぐらいかかるかもね見ていきましょう。それでは記念すべき1匹目、まあここら辺はもう中型とか大型とかねあんまり気にせずに、引いていきたいと思います。よいしょ、記念すべき1匹目はアジですね。オッケー、ほい、よしよしよし、できるだけ早くタップ出ろよ。アジ2匹目、さあ何が出る、おお、タイ釣れた。はい、4匹目はアジ、ほい、またアジだ。さあでかいの来い、ヒラメですよね。さあ6匹釣ったらやっぱ出なくなるんですね。じゃあ1回マップで出てから戻ってきましょうか。魚復活、復活っていうほど復活もしてないな。もしかしてやっぱり一定時間待たないといけないのかっていうことで、7匹目、ヒラメ、あーやべえ、魚出てねえ。あ、やっぱり一定時間ごとじゃないと出ないんだ。じゃちょっとどっかで暇つぶさんとな。ハムスケさんこんにちは、はじめまして。早速、いやよかったらこれどうぞ。魚はいっぱい余ってんだけどな。うわー、これ結構時間かかりそうだな。ヒラメですね。お、魚いっぱい。あげるあげる。めちゃくちゃあげる。さあ、復活してるかな。復活せずですね。9匹目。イカさん。ぴょぴょ。お裾分け、お裾分け。魚のお裾分け。さあ、開始から10分が経ちました。やっぱりね、魚があまり復活しない。これは結構思った以上に時間が食うぞ。ということで、アジゲット。よし。おっきいのだと、あー、やっぱヒラメか。やっぱり普通の釣りだとね、タイも釣れづらいよね。ヒラメ。さあ、アジですね。アジですね。はい、アジ。イカちゃん。イカちゃん。はい、アジですね。イカ。ヒラメ。っていうことで、これで20匹釣りましたね。いやー、20匹釣るのに30分かかってますよ。お、タイ来た。よっしゃー。ヒラメ。イカさん。また出なくなっちゃいましたね。アジー。ヒラメか。いやー、ちょっと魚さん来ないですね。5分、10分ぐらい待っても、復活すんのが2、3匹なんで、これは100匹釣るのはちょっと難しそうですね。なので、ちょっと、予定変更で50匹にさせてください。多分3時間ぐらいかかるんじゃないかな、100匹だと。ちょっと暇なんで、着替えでもしてみようかな。チロリアンな服。女装ですね。白いストッキング。あー、もうこれやばいですね。星もつけて。
いいじゃん。いいのか？さあどうだ。ヒラメですね。あ、イカだった。ヒラメだよね。お、タイゲット。どうなんだい？やっぱりヒラメ、ヒラメ、はいヒラメ。さあ残り3匹、48匹目。ほいよ。イカ。49匹目。はい、アジ。さあラスト50匹目。これはでもちっちゃいぞ。さあ食べろ。よっしゃ、タップして、ほい、イカフィニッシュということで、無事50匹釣れました。いやー、ここまで釣るのにね、1時間10分かかりました。いや、途中ね、ちょっと通信エラーとかもあったんで、まあそれも考えると、まあ釣るのに1時間かかると考えても、やっぱり100匹釣るのに2時間かかるんでね、そう思うとね、とわみって結構大事かも。あ、ちょっとここに大きいのがいるんで一応釣っときましょう。ててぽよん。はい、ヒラメですね。ということで結果、アジ18匹、イカ14匹、タイ4匹、ヒラメ14匹でしたので、50匹の、売り値の合計が860ベル、これを倍にしたとしても1720ベルでした。なのでトアミと釣り竿の差は3020ベル、だいたい 2.5 倍ぐらい、トアミの方がいいものが釣れるよっていうことの結果になりましたね。まあ、釣れる魚もそうでしたけど、あとは時間もね、結局釣り竿の方は1時間ぐらいかかってるんで、ね、もうトアミだとね、10分ぐらいかからずにもうほほいともう100匹も釣れちゃうんでね、リーフチケットの効果って凄まじいんだなって思いました。ということで今回はまあ大型のトアミでねやりましたけどね、また中型のトアミだったら結果も違ってくると思いますし、あとはね、蝶とか虫とかいろんなね検証ができると思うんで、引き続きポケモリやっていきたいと思います。あ、そうそう、バザーがね結構ね、その釣ったものでいっぱいになってるんで、ぜひフレンドで買い取っていただける方、よろしくお願いいたします。ということで、少しでも楽しんでいただけた方、また続きが見たいなって思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで、コウタでした。次回の動画でお会いしましょう。またね。グッバイちゃん。